はい、どうもこんにちは。今日はね、先日お話しした、ボスのね、オーバードライブの SD-1 の、クリッパーをね、ダイオードのクリッパーを外してあるっていうお話ね。あれのね、音出しをね、実際やってみようと思います。で、右側がね、近年ものの SD-1 で、これはね、クリッパー取ってあります。うん。で、左側が、標準のね、ノーマルの、これは1983年のね、何も手は入れてないやつです。で、ちょっとね、青くつくけどね、これ。これ、LED 書いてあるだけで、中はね、一切いじってないですから。で、アンプは今日は、キューブストリート2ね。で、iPhone でね、撮ってるんですけど、手前だいたい50センチぐらいのところにね、置いてあります。で、だからね、あんまり大きい音じゃないけどね。これがアンプのね、そのまま何も通してあるだけの音ね。設定は、まあ軽く歪むような感じのクランチね、こんな感じ。これでね、順番にやっていきますね。じゃあね、まず、どうしような。じゃあ標準の方ね、青くつくんだけど、これが一切、クリッパーはいじってないね、ノーマルの状態のやつです。うん。こんな感じね。原因はね、両方ともドライブは絞った状態ね。はい。じゃあ、今度は、クリッパーをね、外してある方ね。これ白くつくでしょ。ね。これね。これが、クリッパー外してある方ね。で、この前もね、お話したけど、ドライブをね、絞った状態だと、外してあってもね、標準のやつでも、変わりませんから。音量はね。今のがクリッパー外してある方ね。じゃあね、今度、ノーマルね。ノーマルで、ドライブをね、9時に上げますね。こっちも9時にしていくね。うん。まあ、微妙なね、この、ボリューム合わせてあるけどね。はい。じゃあね、まず、標準の方ね。もう、やっぱりね、9時ぐらいだとね、SD-1 の音出てきますからね。ね。はい、これがね、ノーマル。で、今度は、クリッパーを外してやる方ね。でかいでしょう。で、音はね、クリッパー外してあるからもちろん大きくなるんだけど、歪んでるでしょ、ちゃんと。設定がね、ちょっとクランチだからね、微妙に音量で歪んでるところもあるんだけど、一応ね、中域を押し出してくるね、高域と低域をちょっとカットしながら、中域を、前面に出してくるっていう動作は、クリッパー取ってあってもしますからね。だね、もう一回ノーマルの SD-1 ね。ね、標準の方は、やっぱりね、キメが細かい。
やっぱり多少カットしてある方より落ちるでしょ。いやね、今度はどうするの、 10時ぐらいにしてみようかな。ノーマルね。はい、じゃあ今度はじゃあクリッパーをね外してある方ね、これも時間を10時ぐらいね。クリッパーがないからね、SD 版っぽさはね、歪んでもやっぱり、ないですね、やっぱりね。ちょっともう一回やってみようね。標準ね。ちょっと今度はね、フロントピックアップでやってみようね。ない方ね。うん、やっぱりね、音はね、この辺からね、かなり9時10時あたりからね、かなり大きくなりますね。でね、もう12時ぐらいまで上げるとね、このクリッパーカットしてある方ね、これ12時ぐらいまで上げるとね、かなりでかいですよ。クリッパー外してある方よりは低いんだけど、やっぱ粘りはね、SD-1 そのものって感じですよね、標準の方はね。あるかもしれないね。このクリップ外してある歪みの方がね、なんていうのかな、まあ、素直な歪みだよね。こっちの方がね、いいって言われる方もね、多いかもしれないですね。まあ、僕はこれはね、ちょっと歪むクリーンブースター的に使ってるからね、好きなんですけどね。じゃあね、どうしような。こっちのドライブを、クリッパー取ってある方のドライブを9時ぐらいまでドライブ下げて、レベルを上げてね、10時ぐらいにするかな。レベルはいっぱいにして、レベル2時ぐらいでドライブを11時ぐらいね、ノーマルの SD 版ね。
リッパー外してある方でね、ちょっとブーストしてみましょう。こんな感じでね、僕は、軽めに、標準のね、SE1 をドライブさせて、それをね、音量で、この手前側に入れてね、音量を持ち上げて、ブーストするっていう形でね、よく使います。まあ、こっちがね、BD2 の時もあるんだけど、で、こういう使い方ね、クリップ外してるやつを手前に置いてブーストするときは、ワダクラフトのね、SD1W、あれでカスタムモードを使うより、音はね、スタジオで鳴らしてもね、抜けはね、いいです。こういう組み合わせの方がね。どうしてもこの前お話したみたいに、ワダクラフトの SD1W の方はね、カスタムにすると、やっぱりパワーはあるんだけど、ちょっとブーミーさが出てくるからね。うん。で、この設定だと、なんとかな、いい風に抜けてくれるっていうのかな。まあもちろんこれ、ドライブ完全に絞ってもね、全然いいんだけどね。かなり弾きやすいんですよ、弾いてる方もね。SD1 の、クリッパーをね外すとちょっとオーバードライブ感を残しながらね、いい感じのクリーンブースターとして使えるからね。まあ2つ以上持ってる人はね1台、クリッパー外してね使ってみるのもね面白いと思いますよ。うん、後につなぐね、まあ後でも後ろでもどっちでもいいんだけどね。僕はいろいろやったんだけど、やっぱ手前に繋いだ方が、後段のね、後ろ側のオーバードライブとかね、ディストーションとか、いい感じで、こう、持ち上げれる感じ。うん。味付けにはね、手前の方がね、いいと思いますね。よかったらね、やってみてください。はい、ボス SD1 クリッパー外しのお話でした。